コーナーより自他ともに認めるザ・トップ・オブ・ジュニア獣神サンダーライガー入場。日本ジュニア界の頂点に君臨しておりますこの男、獣神サンダーライガーが入ってまいります。廃墟の中から立ち上がれライガー、奇跡のバリオアーマーが戦う痛みを。赤コーナーより炎の飛竜藤波辰巳入場。さあ、炎の飛竜藤波辰巳がドラゴンコールに乗って入場してまいります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー170cm 95kg 獣神サンダーライガー。赤コーナー184cm 105kg 藤波辰巳。レッドシューズ運のライガが打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。逆に返します。行くのか、テイクダウンを奪います。レッグロックに捉えます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか？そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね、まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。このポーズで張ります。ロックアップ、ロープに振ってドロップキックを放ってまいります。ストンピングです。組みに行きます。あのね、技っていうのはたくさん出せばいいってもんじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとして大事なんですよね。ああ、なるほど。打ち込んでまいります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、カウンターであります。ドロップキックであります。組み合います。ロープに振った、突き上げる想定。さあ、ネバーギブアップ精神で過酷な肉体改造を成し遂げましたこの藤波辰巳。かつての自分を取り戻した男が切れ味抜群のドラゴン殺法でリング上にドラゴン旋風を再び巻き起こしてまいります。こうやってね、1点を狙っていくのは効果的ですよ。
後々聞いてきますからね。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。相手を挑発してまいります。乾いた音が館内に響きます。ローを打ってまいります。組みに行きます。コーナーに振った。浴びせ蹴り、掴みます。ハンマーを振りかざします。行くのか、切り返します。ルチャ式の締めを見せてまいります。組み合います。フライングメイヤー。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、ハンマーを打ち込んでいきます。ロックアップ、対角線に飛ばした。カウンターで返します。サイドを抱えます。よくスープレックスはへそで投げるなんて言いますけど、今なんか見ててもちゃんとそれができてますよね。ああそうですか。そのあたり今太鼓判が押されました。ハンマーが襲ってまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。立ってまいります。アームブリーカーに取ります。組みに行きます。ネックブリーカードロップで落としてまいります。レトロ調の技を繰り出してまいります。足を抱えます。あーっと、円錐蹴り、ストンピング、蹴りつけてまいります。ブレンバスターに取ります。こうやって後ろに倒れる時の受け身っていうのはレスラーの基本ですからね。受け身のうまさっていうのはいわばレスラーのうまさですからね。なるほど、そうですよね。組み合います。ロープに飛ばした。館内もどよめいてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。乾いた音が館内に響きます。腕をフックします。蹴ってまいります。円錐蹴り、足を取ります。足を狙っていった。足を抱えた。円錐蹴り、ストッピング、組み合った、逆に返した、引き起こす、ドロップキックが突き刺さる。すごい音がした。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、投げていった。さあ渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。腕をフックした。垂直落下、プレーン出した。バット逆に丸めていった。カウント 2.5。 ローキック強烈、いけるか。バット投げていった。ドラゴンスリーパーがかかった。ブレンバスター行くのか。ブレンバスターで叩きつける。ドラゴンスリーパーに移行する。ガジェット組み合った。あっと、切り返した。正体決まった。ストンピングを叩き込む。首をかっ切るのか。掴んだ。強烈にヒットしましたよ。記憶が飛んだか。無人島に漂着してしまった。首やった。あっ、逆にパンチ。焦点決めに行くのか。
起こした。腰に手を回した。今頭打ったんじゃないですかね。脳天したたか打ちつけたか。いけるか。あと逆に倒した。フィニッシュになるか。3つは入りません。腕を回した。直下式ブレインバスター。前頭葉は砕け散った。あと逆に切り返した。15分経過。足を取った。15ミリファイネって倒した。ドラゴンスクリュー。ブロックした。立たせていく。アッパー気味の想定。抜くのか。ハイアングルだ。ロープブレイク、ロープブレイク。感極まって目頭濡れまくりの女性ファンが狂気しています。気に焦点が出ました。奥歯を噛みしめた。投げっぱなしパワーバーム。アッパー気味の想定。放っていくのか。空港が2位となった。これで決まったか。カウントトゥー。ガチッと組み合った。ロープに振った。あ、昇天コーナーに登って、急降下ボディープラス。カウントスリーが入りました。燃やせ燃やせ怒りを燃やせ。走れ走れ。